今日の昼飯は友達から5円で買い取ったハラミ入りの新潟県産の米で作ったおにぎり。路地裏から昼飯配給やったね。4073が臨時停車中の中、高崎線大好きチャンネルからもらったナッツの飯なんだっけ。松永寛太君今日飲む日本酒3種類、そしてイカのやつとその日本酒一杯目。酒未来生、美味しそうなパンたち。これ終わりかけですよ。パンでシチューを食べます。